電気止まった。はい、というわけで、まあ、今から仕事なんですけど、はい。今日はですね、まあ、レギュラー番組、テレ朝で2本撮りまして、その後に、まあ、とある YouTube の方にゲスト出演ということで移動して撮るんですけど、で、まあ、今起きてですね。で、まあ、起きてすぐ、まず、みんなが電気使うといえば、やっぱ、リビングの電気つけると、コロなんですけど、つかなくてですね、電気止まった。電気止まったね。まあ、この家、まあ、家なんですけど、よくこういうやって YouTube 撮ってんの。まあね、この家で電気止まるのは初めてで、まあ、この間ね、もう水道今日止めますよ、みたいな。人がインターホン押しに来るみたいなのがあったんですけど、その時も電気は生きてたよ。で、まあ、電気が止まって、一番そうなんやと思ったのは、めっちゃ静かやな。何の音も鳴らへん。まあもちろんね、冷蔵庫とか、どうしよう、冷蔵庫。中のもん。冷蔵庫のウィーンって音もせえへんわけやから。とか、何？常時換気してたんかな？換気扇の音みたいな。この YouTube の動画撮るときに気になってたよ。いや、換気扇の音気になるなぁ。しゃあないかと思ってやってたけど、生活音。それに今も一番すっきり聞こえてると思うんだけど。俺ピンマイクつけてるぐらい多分綺麗に撮れてると思うんだけど。浅すぎる、ほんで。ねえ、まあ一応その何？日の光で今これね、こんぐらいの明るさなんですけど、つかへん。で、押してみようか、部屋の全員、押してみようか、スイッチ。いきますよ。あと今日、あえてこれ入れてんねん、画角に。だからこの、俺があぐらかいていつも撮ってんのバレてんねんけど、これで見てよ。充電ない、いつも。これ充電しながら撮ってんねん。でも反応せえへんねん、これ。いくで。これね、10。ない。壊れてませんからね、この iPhone。ない。なんか残ってるとかないか。まあ、これはもうビリちゃんの出番なんですけど、電気ないということで。いや、言うてる場合あれやん、ね、電気止まっとんねん。僕ね、M1 グランプリ最年少で優勝したんですよ。電気止まった。で、僕ね、R1 グランプリ最年少で優勝したんですよ。電気止まった、これ。僕ね、まあ史上初の2冠なんですよ。電気止まった。電気止まんねえや。僕、19の時にオールザッツ漫才っていう関西の若手の登竜門番組、フットカットバトル優勝してるんですよ。電気止まった。僕ね、今日今からレギュラー番組のテレビの収録に行くんですよ。電気止まってる。電気が止まってる。僕ね、YouTube ね、チャンネル登録者数ね、コンビのやつ200万人いってて、で、ピンのやつが何？ 180 万人弱。もう一個が50万人いった最近。電気止まってんの。なんでや。なんで電気止まんねん。何ブラリンなんこれ。はは。僕ね、今年ね、てかまあ今月や、石川県にね、2400万円寄付したんですよ。
き止まってるよ。もう、電気止まるほど寄付した。まあね、その、いや、寄付したことに別に後悔とかも全くしてないんですけど、その、やりすぎか。一応ね、あの、最近、おしっこしてるんですよ。トイレはね、水流れたんで、危ない、その、一か八かやったけど。水流れるか確認する前に、おしっこしたから。その、なんやったら、いや、水道が止まってるかもわからんから、一回水流れるか確認しようと思ったけど、いや、止まってたとしたら、その、水道会社から来る水はもう止まってるけど、その、トイレにもともと入ってた緊急の水の分みたいな回数が減るかなと思って、しょんべん前に試すことはしなかった。うん、そっちの方が合理的かな。で、しょんべんは絶対もう今から出すし、ほなもう確認なしでやってまおうって。ガスはちょっと確認しないねんな、まだ。いやー。電気止まったね。いや、これ明るい、暗い、どう？なんやねん、マジで。ちょっと不幸やな。僕ね、2024年、ああ、まあ2023か。不幸やねんな。あの、親知らず抜いて3日目やで、まだ。なんかあった、どうすんの？なんか電気いることなったと。あとねあとね、あの、プレステとかのね、で、コンセント繋いでるやつがオフになった電源。まあ、そんなんはしゃあない、しゃあない、しゃあない。ただ、あの、あれ、夏に、粗品のロケで、卓録の環境を整えたんよ。そのめっちゃ機材とか、こんなでっかい、オーディオインターフェースみたいな、ダン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 って、もう、棚も買ってね。4段ぐらいのすごい機材で配線ブワーってして、で、ああいうのって一回パソコンの電源とか落ちてなんかがオフになったらどうせ使えへんから、技術むずいから。俺夏からつけっぱなしにしててん、全部の電力。それも全部切れてる、もう終わりや。充電もまあ朝でも充電はまだいっぱいやった。だから今からスタジオで充電して、で、まあもう言おうか、あの、で、あの、よさんの YouTube 撮影なんですけど、あの、俺さんのスタジオで充電とかさせてもらわなか。情けな。ちょっと、携帯の充電とかもたっぷりしてからや、いきますか。これちょっと待って、どうなんのこれ。いや、滞納、まあまあ滞納というかね、まあその、なんか、まあ、ハプニングで電気がちょっとあれだったということで、これ全部の CM の契約とか終わらん、これ大丈夫？電気めっちゃ静かやわ、マジで。もののけ姫のワンシーンか、もののけ姫のワンシーンぐらい静かやな。あれ宮崎駿が森に無音取りに行ってるらしいからな。というわけで、また電気復活したら元気に会いましょう。